ドイルエアラン、ドイルエアランはアイルランドの議会、ウラクタスの議員の一つ。少なくとも5年に1回改選され、その選挙は短期常識投票による比例代表制である。ドイルエアランの権限は両院制の議員内閣制における下院に相当するものであり、上院であるシャナズエアランに対して優先的なものとなっている。アイルランド憲法の定めにより、 必要と判断された法令を制定し、また、政府の長である、T ショック、アイルランドの首相の指名、解任を行うことができる。1922年以降、ドイルエアランは、ダブリンのレンスターハウスで開かれている。ドイルエアランの議員定数は166である。議員は少なくとも5年に一度、アイルランド共和国の国民により、短期常識投票による、 比例代表制で直接選挙される。また、ドイルの被選挙権は21歳以上である。ドイルの議員は TD、大議士と呼ばれる。ドイルの選挙権は、アイルランドの18歳以上の登録されている市民に与えられている。アイルランド憲法において、ドイルエアランの総選挙は7年に一度行われなければならないとされているが、実際には、 議員規定により5年に1度行うと定められている。首相は大統領にドイルの解散を求めることができるため、事実上解散権を有しており、実際にドイルが解散された場合は30日以内に総選を実施しなければならないと定められている。単独異常式投票制度により、ドイルにおいては比例代表が提供されている。選挙区の規模としては小さいものではあるが、 このため多くの場合において、規模の大きい政党にはわずかに有利なものとっており、規模の小さい政党に対して配分される、議席数は実際の得票率に対して少なくなる。1990年代以降、アイルランドでは連立政権の形成がなされてきており、1989年以前の単独政権、特にフィアナ・フォイルの政権が形成されてきた頃とは変わった。 ものとなっている。また単独異常式投票による複数人選挙区があることで同一政党の複数の候補が議を争うということが起こり得る。このことは有権者の選択肢を増やすという側面がある一方で一部の極端に偏強な議員からは批判がなされている。百五十九年と百六十八年にはイギリスのような小選挙区制への移行が議論されたが、いずれも 国民投票による反対を受けて実施には至っていない。なお補欠選挙は優先順位付け連記投票が実施される。各選挙区では3人から5人が当選人として選出される。憲法ではいずれの選挙区においても当選者が3人を下回ってはならないと定められているが、その一方で選挙区の規模の上限については定められていない。しかしながら議員規定では、 各選挙区の当選人について5人を上限としている。また憲法では人口変動に対応するために少なくとも12年に一度選挙区の見直しをしなければならないと定めている。選挙区の変更は独立した委員会が案を起草し大抵はその案に従って変更されている。議員定数の不均衡な配分は憲法で禁止されている。アイルランド憲法において ドイルエアランの議員は人口3万人に対して1人の割合を下回り、かつ人口2万人に対して1人の割合を上回ってはならないとされている。第29期のドイルエアランの議員は人口2万1000人に対して1人の割合となっており、世界中でも最も多い割合の部類に入っている。1937年の現行憲法施行の際に、 ドイルの議員定数は153から138となったが、1960年代には一転して増加し、1981年以降は166となっていた。2016年現在の定数は158。ドイルエアランの議長は、キアンコワーレと呼ばれる。議長は議員の中から選出されるが、極めて厳格な規則の遵守が求められる。 しかしながら政権はドイルで議席数が十分にあれば与党寄りの議長を選出しようとする。そこで議長の中立性を確保するために現職の議長は次のドイルエアラン選挙での立候補を模索しない取れているが実際には現職議長は引退しない限り次の選挙で当選するものと考えられている。議長は賛否同数の場合を除いて評決に参加しない。 2009年以降、議長は、フィアナ・フォイル出身のシェーマスカークである。本来ドイル・エアランは、大統領とシャナズ・エアランと並んで、立法府、エリクタス、ウラクタスを構成する一つであるが、実際には憲法において、ドイルに優先的な権限が与えられており、すなわちドイル・エアランで可決された、法案は、最終的に成立することになる。大統領は憲法に違反する場合において、 法案に拒否権を行使することができるのみである。大統領は拒否権を行使した場合、対象となる法案の合憲性について、国家評議会の諮問を経て、最高裁判所に審議を求めなければならない。立法権に加えて、ドイルは大統領が首相を任命するのにあたってその候補者を指名する。またドイルは政府に対して不信任を決議し、これが可決された場合には、 首相はドイルエアランを解散すか自らが首相職辞任しなければならない。またドイルは以下の排他的権限を有している。ドイルエアランは独自の議事規則を定め、議員は不逮捕特権などの保護を受けている。近代議会制度に習い、議員は自らの良心や選挙民の希望に沿って評決を行うのではなく、院内総務や政党の指示に従わなければならない。 例外的な事案を除いて、ドイルの会議は公開されている。ドイルには三つの常任委員会と十三の特別委員会が設置されている。議論は厳格な仕組みの下で行われて極端に限定的なものであり、またアメリカ合衆国上院やイギリス庶民院のような熱気には欠けるということでも知られている。議員は時に用意された文章を棒読みすることもある。これとは、 対照的に、シャナズエアランでの議論は一人、または二人の議員のユーモラスな発言を聞くことができる。通常の日程は閣僚に対する質疑や野党党首による首相に対する代表者質疑、法案の審議で構成される。毎週火曜日と水曜日には、計算時間が野党の同義に対する質疑の時間に充てられる。この質疑の時間では政府を追求することに裂かれ、 またメディアにも広く取り上げられている。政府と与党はこの野党の同義に対してうまく修正し、修正された同義が可決される。議員は、議長がジャーナリストを、議場から退出させざるを得なくするために、自らが意図的に規則を破って、議場を混乱させるという手法を用いることがよくある。この手法は、ニュースバイツと表現され、特定の議員が政権と対立する分野で、 自らの立場を守るために用いられている。まず議長、または副議長はアイルランド語で議員に対して賛成か反対かを答えるよう求める。その後議長は口頭での賛否の結果について自らの意見を述べる。この時議員は議長の意見に異議を唱えるにあたって採決を求めると叫ぶ。議長はこの声を受けて自らもと応じて、 氷結の手続きを開始する。その後採決を行う合図のベルが、レンスターハウスや周囲の建物に響き、採決を行うために議員を議場に集める。ベルは6分間鳴らされ、その4分後には議場の扉が施錠される。議長は賛否双方から2名ずつの、計4名を報告者として指名し、議員は、票を投じるために1分間の時間が与えられる。投票は、 電子的手段で行われ、議員は席にあるある岩のボタンを押す。投票が終了すると、結果が紙に記載され、各議員の投票は4人の報告者の署名がなされて、議長に渡され、議長は結果を宣言する。電子投票はドイルで通常用いられる投票手法であるが、他方で議場外のロビー活動により不信任決議など多くの、 事案で手書きによる評決が行われる。また電子投票における報告者は、手書き投票を求めることができる。これはメディアに広く報道させる重要な投票において、野党の戦略となっている。アイルランド史上初の立法府は、アイルランド議会であり、その会員となっていたのは、庶民委員であった。しかし、アイルランド議会は1800年の合同法により、廃止される。 1919年、アイルランドの民族主義者は、初のドイルエアランを革命議会として開き、ドイルエアランは政府のほとんどの権限を継承したが、実際には英国法の下では承認されていなかった。1921年、イギリス政府は南アイルランド議会を設置して、アイルランドに限定的な自治権を付与して、民族主義者をなだめようとした。 ところが、民族主義者はドイルを正当なものとしていたため、この、南アイルランド議会を受け入れずにボイコットした。ただ、第一ドイルはイギリスにおいて、非合法であったため、南アイルランド議会の会員である、南アイルランド庶民員が、後のドイルの法的に正当な前身であると、考えられている。現在のドイルは1937年憲法に、由来するものであるが、 実際にはさらに1919 19年の第1ドイルにまで遡ることができる。このドイルは1918年のイギリス総選挙時にイギリスの庶民院議員に当選しシンフェイン党の議員によって設立された長方期的な会議体であった。アイルランドに割り当てられた議席の多数を勝ち取ったことでシンフェイン党の議員はイギリスの議会を正当なものとて認めることを拒否し、 第一ドイルを開く。この会議はアイルランド共和国における一員正義会であり、1801年から存続しているアイルランド発の議会体である。ところがアイルランド共和国のドイルはアイルランド系アメリカ人がアメリカ合衆国内においてロビー活動を行っていたにもかかわらず、国際的にはロシアソビエト連邦社会主義共和国にし承認されていなかった。 1919年1月21日、ダブリンのマンションハウスにおいて27人の議員が参加のもとドイルの最初の会議が開かれた。このドイルは同年9月に非合法化され、地下活動組織として各地で行われていくようになった。1922年、アイルランド共和国のドイルはアイルランド自由国のドイルに継承された。 26の南部と西部の州で構成されていたアイルランド自由国は1921年の AI 条約で樹立したものである。ドイルエアランはウラクタスと呼ばれる新たな立法府の会員として設置された。アイルランド自由国憲法の時から存続していた第1ドイルはアイルランド共和国において第2ドイルに継承され、その後第3ドイルとなった。第3ドイルとその後のドイルは レンスターハウスで開かれるようになった。1937年に採択されたアイルランド憲法により、現行のアイルランドが樹立され、憲法上の国名もアイルランドとなった。この憲法において、新しい立法府、ウラクタスが設置され、その会員としてドイルエアランが置かれた。現行憲法における最初のドイルは第9ドイルとされる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。